ふすまは木などでできた骨組みの両面に紙や布を貼ったもので、それに円や引き手をつけたもの、和室の仕切りに使う建具の一つである。ふすま障子、または投資障子と呼ばれることもある。単に投資と呼ばれることもある。障子という言葉は中国伝来であるが、ふすまは投にも関にもなく、日本人の命名である。ふすま障子が考案された初めは、 御所の神殿の中の神女の間仕切りとして使用され、始めた。神女は、襖書と言われた。襖は元来、布団、寝具の意である。このため、襖書の襖障子と言われた。さらには、襖障子の周囲を、ヤワキンと称した幅広い円を張った形が、襖の形に掃除していたところから襖障子と言われた、などの説がある。襖を襖と読ませるのは、 襖から来ていると想像される。いずれにしても、襖の語源は、襖であるという学説が正しいとされている。ついでながら、襖の周囲に縁取りとして使用した南日式は、元は、すだれや貴調に、縁取りや装飾として使用された、大乗の絹切き地のことである。神殿作りで多用された簡易間仕切りのついたてにも、縁取りとして南日式は使用され、 また、畳の雲原園などのヘディ取りにも使用されている。基調は、第二二本の柱を縦上に横着を渡して、絹あや織の帳をかけたもので、主として、女性の座する空間の間仕切りとして、使用されていた。帳は剣符を、柳の縁取りでつなぎ合わせて、何日式の上からさらに柳の帯を飾りとして、重ねて垂らし、裾は長く流して十二人への裾のような風情を、作っていた。 ふすまは衣服の合わせや綿入れの衣で両面が絹切れ地張りであったことからふすまの表記に使用された。ふすまの現象の形態は板状のついたての両面に絹切れ地を貼り付けたものであったと考えられる。このついたてを改良してかまちに縦3横3を組み両面から絹布などを貼って軽量化を図った。この軽量化されたついたてを 改良発展して、貼り付け壁や屏風にも応用していったと思われる。無論、貼り付け壁や屏風にも、幅の高難錦式が貼り付けられていた。襖が考案された当初は、表面が、絹切きで張りであった。このため、襖障子と称された。後に、隠蔽性の高い厚手の殻紙が伝来して障子に、用いられて普及していくが、 ふすまと、とうし子は混同され併用されて、き縄りでない紙張り障子も、ふすまと称されていく。一応、正式の客間には、白字、またはふすま絵が描かれたものを用いてふすまと称し、略式の今やすきや風の建物には、色無地やし門柄を木版で刷ったカラー紙を使用し、とうし子と称したようである。とうし子の考案からやや遅れて、名障子が考案された。 今日の障子である。時代を減るに従い言葉が縮まり、ふすま障子、投資障子のうち、障子が脱落して、ふすま、投資となり、名障子は逆に、明が脱落し、障子が固有名詞となり、間じきりの総称から地位を譲った。源氏物語の中に、開きたる障子を、今少し押し開けて、こなたの障子は引き立てたまいてとあり、また障子に歌を書きつける話が何度か出てくる。 源氏物語は、引き違いの襖障子をありふれた情景として描いている。この頃になると、貴族や上流階級の邸宅には、襖がかなり普及していたと判断できる。源氏物語が書かれてからおよそ100年の地の藤原、高吉の描いた、源氏物語絵巻は、濃い色彩を塗り重ねていく、作り、絵の独特の優美な日本最古の絵巻物語である。人物は、 下膨れの顔に細い横線を引いて、目とし、花を張り鍵状に描く、引き目鍵花の手法で描かれ、家屋は屋根や天井を省略した吹き抜け屋台となっている。この絵巻物によってで、室内の様子がよくわかり、ついたて、貴重、すだれ、瞳、屏風など建具の使用状や、ふすまに、山和絵が描かれているのがわかる。宿り木の巻では、清涼土の浅毛の間には、 大和への襖障子と銀字に流水安歌の図を描いた副障子が描かれている。あずまの巻では浮船の住む三条の小屋の縁側には槍戸が見える。室内の間仕切りに襖障子が使用されているが、姫君の座している側には必ず基調が置かれ、個性を演出する織物が使用されていて、部屋をさらに細分化して使用するための重要な隔ての役割を演出している。 華麗な室内衣装は実に王朝絵巻にふさわしい。外回りの隔てには、明かり取りに、すだれや格子も多く見受けられるが、洋書には、マイラドが使用されている。ミカドや、その他くらい、高き男性の側には、屏風が描かれている。それぞれの建具に、それぞれの役割と、インテリアとしての衣装や、象徴的意味が込められているようだ。この時代の襖障少子は、 板戸用の骨太い組子さんに、絹抜きレジバリであった。開閉のため、引き手として、太い房や、閉じり用の献金が付けられていた。そして多くは絵師による絵付けが施されていた。当時の一軒は3メートルであり、2枚引き違いにすると、現在の建具の倍近い幅があった。しかも、大工道具が未発達で大眼なもない時代で、骨太い組子しか作れなかったため、 今日から考えると実に武骨で大変重い建具であったと思われる。原存最古の襖は、研究8年に建立されたと伝えられる、高野山魂大法寺不動堂の内陣と外陣の境に建てられている襖である。ただ上張りも下張りも張り替えられており、当時のものは襖の骨組みだけである。槍ガンナで仕上げられた組小骨は太く、見つけ3センチメートル見込み2センチメートルの、 ヒノキ作りで縦骨が4本、横骨が7本組まれている。しかも現在の組子と同じ縦横の骨を交互に組み付ける地獄組で大変種のこんな作り方であるという。平安時代の神殿作りの内部は丸柱が立ち並ぶだけの構造的な間仕切りがない板敷きの床の大広間形式であった。開放的な空間を住む人の日常生活の都合や 季節の変化や年中行事の儀礼や接客共演などに応じて、基調や屏風や障子などによって内部を仕切り、長台や畳その他の長度を置いて、その都度適切な空間演出を行った。このような室内の設営を室来と呼んだ。室来には室来とか補設などの漢字を当てている。山と言葉としての失来の詩はためでするという意であり。 辛いは、連れ合うや、つり合うの意で、その時々の状況に応じて、連れ合うあるいは、つり合うように、することだという。その時々の季節や住む人の格式や、生活様式、行事としての儀式の状況などに調和し、融和するように、様々な商兵具で失た、失礼つ失礼のための主要な間仕切りであった障子が、今日の、ふすまの原型を成している。平安時代の神殿作りの、 室内の間仕切りとしては、まず建物の外部と内部との隔てる人緑、人緑に沿って掛けるミスがある。ミスには外側に掛ける多いミスと内側に掛けるうち、すだれがある。冬には、ミスの内側に重ねて、壁白というりを掛ける。室内には、いわばりで作ったついたてとも言える基調を置いたり、絹や布地の引き膜に近い間仕切りの引き止まりや、何触りで小空間を間仕切った。 さらには、屏部やつて、ついたて障子、ついたて障子の発展的形態として、記号紙の表裏に絹や布地、後に和紙を張り黒塗りの縁をつけた、ふすまなどを用いた。中でも、室ラインの間仕切り具として、最も重要な障子は、平安時代に、様々な形式の障子が考案されている。仕上げ材料によって、絹生地、布生地、紙生地、番生地、杉生地、 そして、副障子や平安末期には、明かり障子などが工夫されている。木の組子講師の表裏に絹や和紙を貼り重ねた障子が、ふすま障子あるいはふすま障子と呼ばれた。板障子も板を下地として紙や布を貼ったもので、柱間にはめ込んで壁として用いた、副障子である。間仕切り立て具としての発展的形態から見ると、障子は、ついたての原型といえる大脚の上に立てる。 ついたて障子が原型である。絹障子、紙障子、板障子なども大客の上に乗せるついたて障子であった。ついたて障子の中に四角に窓を開けすの子を張りさらにミスをかけて内側から向こう側が見えるようにした通り障子なども工夫されている。失来として時々の状況に調和させるように失えるためには稼働形態が便利である。 マルチパーパス空間としての神殿作りは、便所や湯戸のさえ固定されていなかった。ついたて障子から柱間に一本の溝を設けてはめ込む副障子が考案された。副障子は立て込み式の障子で、失礼に応じて立て込んだり取り外したりできる可動式の壁であった。この副障子をカモイト式という二本の溝を設けて、引き違いに動くように工夫したのが鳥居障子で、 今日の、ふすまの原型となったもので、ふすま障子、ふすま障子と呼ばれた。このような内部空間を間いし切る多様な障子の発明は、神殿作りの住宅の大やけと私の明確な分離に基づく、住まい方の変化をもたらした重大な転機となった。特定の機能や目的を備えた、小空間への分離独立への展開は、質という概念をもたらした。平安末期に、 明かり障子が誕生しているが、その原型は、長台と呼ばれる寝床の明かり鳥りの天井に由来していると思われる。長台は、神殿のほぼ中央に設けられた寝床で、畳を敷いて一段高くして、四本の柱を建て、帳やミスを建て回した。後にふすま障子で囲われるようになった。長台の柱には、天井も設けられている。神女とは言っても、昼間は、 今として使用するため、組子講師の片面に光を透かす、涼しを張った天井を設けて、天井の明かり取りとした。 そして、この長大の格子天井の明かり取りが後の明かり障子の原型であり、天井そのものが後の書院作りで目的や機能別に小空間に間仕切りされた室に杉板天井が設けられる原型ともなっている。金碧障壁画の襖書院作りの一つの特色に華麗な金碧障壁画がある。金碧障壁画は金箔地に群青、六章。 白録そして朱や農木などを用いた農祭色の障壁画で、かの英徳によって新しい画法が創造された。書院作りの障壁画として、有名な二条城の二の丸戸の席や西本願寺の対面書がある。正面とこの間の貼り付け壁や付け書院、違い棚の小薄間や間仕切りとしての薄間、ま、投げ石の上の壁面などをすべて構成要素として利用した。 雄大で華麗なパノラマ金碧障壁画が描かれている。加野英徳は、足利将軍家の御用絵師として、漢画の技法と伝統的山和への技法を接置した新しい画法を創造した。平安時代の貴族の邸宅や寺院に描かれた障壁画は、中国の古事や風物を描いた課題であったが、日本の四季の花鳥風月や風景を主題に選び、独特の画法を確立した。 また、連続したパノラマ画面を構成するために、襖から何二式という幅の広い装飾の縁取りの切れ字を取り除き、さらに投げしの上の小壁も連続した画面として利用するなどの工夫がなされた。金壁小壁画は、書院の単なる装飾的な価値だけでなく、当然ながら地位権力を象徴する演出として利用された。 後の安土桃山時代には、織田信長の安土城や豊臣秀吉の十落大や、大阪城などに壮麗な金壁障壁画が描かれ、権力の古事に利用されていく。英徳は時代の変革に柔軟に対応して、時の権力者に巧みに取り入り、これらの障壁画のほとんどを、かの英徳と、その一門で描いている。仮の配置門は、江戸時代、 徳川将軍家の画工の長として勢力を維持し続け、火災の他に鋭い政治感覚も合わせて持ち合わせていた。俵や宗達や尾形降臨などが仮の葉の絵画技法を継承発展させて、金碧小壁画は日本美術に実に大きな影響を与えた。霊法に則っ,った襖の開け閉め法から紙は文様を刷り込んだ襖精子の上張りのことで、襖精子には 多くの下張りが行われる。下張りの工程は、骨縛り、身の張り、べた張り、袋張り、清縛りなどの工程があり、種々の和紙を幾重にも丁寧に貼り重ねて出来上がる。骨縛りは、組子に最初に貼り付けるもので、組子骨に糊を付けて、手すき和紙、茶ちり、そう、ちりなどの繊維の強い和紙を、障子のように貼る。切り吹きをすると、和紙の強い繊維が収縮して、 組小骨を締め付けて、ガタが来ないようにする重要な役目を担っている。打ち付け針は、骨縛りを縛りとも言われ、骨縛りをより強固にするための重ね針とともに、骨が透けないようにする、突き止めの効果もある。身の針は、かまちに糊り付けしずらしながら、身ののように重ねて貼る。これを2回から4回繰り返す。これは重要な工程で、組小骨の筋の透け防止と襖た手具の雪を出す。 さらに、身の張りが作り出す空気の層は、断熱保温効果と急温防温効果も果たしている。ベタ張りは、紙の前面に糊をつけて張り、身の張りの抑えの役割を持つ。袋張りは、半紙、または、薄手の手すき和紙や、茶塵などの紙の周囲だけに、細く、糊をつけて袋状に張る。袋状に浮かして張るので、受け張りともいい、奥行きのある風合いを完成させる。清を張りは、 紙の全面に薄い糊をつけて貼る。これは、上張りの紙の材質や裏と表に、材質の異なる表面紙を貼る時などに限って使用する。これらの幾重にも、和紙を貼り重ねていく工程は、組子の障子の格子を紙の引きで固定し、木材の歪みを防止するとともに、雪のある風合いを持たせて仕上げるためのものである。骨縛りは、引きの強い保護紙を用い、中期工程には、 港市や、茶ち紙を用い、清市店の工程には、粘りの強い木づきの美野市、細川紙、石州版紙などが用いられた。板戸や、明かり商は、縦具職人によって作られるが、襖は一般に、縦具とは言わず、襖といい、京地や、表具師によって、幾重にも紙を貼り重ねることによって、襖となっていく。紙質を変え、貼りの仕口を変えて、 紙を貼り重ねていくと、襖は丈夫になるとともに、吸音効果や断熱効果、そして、調湿効果などとともに、ピンと貼り詰めた中にも、ふっくらとした柔らかい味わいで、落ち着いた和風の雰囲気を醸し出す。古来から日本人は、白という色を、汚れのない、清らかなもの、正常なもの、神聖なものとして、特に大切にしてきた。白に無限の可能性を感じ、 美しさの原点でもあった。古代から、朝や、蝶の繊維から衣料を作ったが、特に蝶の皮の繊維は、木綿と呼ばれ、灰だ樹皮の繊維を蒸した後、水にさらして糸状に生成したものである。この木綿で折った布を白くさらしたものを白体と呼び、日本人の白さに対する感覚の原点と言える。清らかな、冷たい水の中を、 幾度もくぐらせて何度も晒すことによって身を清めるようにしていられた美しく白い繊維の木綿の白さに神聖なものとしての感情が移入されている。木綿はおぬさとも呼ばれ、兵または兵白という漢字が当てられている。木綿は神を将来するための細具であり、神の座の飾りでもあった。神前で舞う巫女の持つ榊の小枝や 神に捧げる若竹や篠のなどを用いたいぐしにつけたり、しめ縄に、しでとして飾り、神聖な領域を示す結界の象徴として用いてきた。木綿は、蝶の皮の繊維から作り、紙も、また蝶の繊維から作る。和紙が普及する奈良時代には、木綿に代わって、紙が、ぬさの座を占め、どこの神社も紙の平白で飾られるようになった。和紙の普及に伴い、奈良時代には、 記号紙の両面には紙を貼ったついたて障子が用いられ、平安時代にはふすま障子が用いられるようになっている。障子は古来間仕切りの総称として用いられたが、触りは遮る。隔てるの意がある。障子は、神聖な奥への視界を遮り、さらには物のけや邪霊を防ぎ、風や霊気を遮る。ついたて障子や屏風、そして寝具として、 身を包むふすま向き柔らかな白が用いられた。類寿雑用書初集の永久三年、藤原忠実の東三条殿の神殿失来図面によると、すべての障子には、絵画も、当紙文様もない、地、白と記されている。随身書の失来列面図などには、すでに障子の表面に、ふすまという文字が記され、ふすま類何例も、白と記されている。ふすまに、 白鳥の後春という伝統は今日にも引き継がれており、格式の高い料亭や旅館にも使われており、皇居の和室の襖も白の鳥の子が貼られているという、古代以来の日本人の白に対する神聖性とは別に、仏教伝来と共に、大極の金色三然とした、荘厳といわれる飾りの聖性を獲得していった。 仏教における祭壇で黄金の後輩を放つ金色散然とした混同物が安置され、きらびやかに彩られた乱馬などの装飾によって空間全体が極楽浄土を暗示している。古代の神道の正常な白に対す生成に対して光り輝く黄金色の新しい生成は古代の日本人に大きな価値観の変化をもたらした。仏教の影響は 神道の拭い清める白の神聖性と白の装飾性から仏像画覧のようなより立派により華やかに装飾するという過飾性を大きくしていった。襖の原型であるついたて障子や屏風そして押し付け壁にも唐絵が描かれるようになり、旧世紀中頃には山和絵が描かれるようになった。鎌倉、室町時代に神殿作りから書院作りへと移行し、 江戸時代に書院作りは、武士階級の住宅様式として完成していった。初期の書院作りの特徴は、接客台面の儀式の場としての書院を、権力の象徴として、襖障子と貼り付け壁を連続させて、その全面を金似曲彩式の金碧気壁画で飾り立てた。織田信長の安土城は、電柱が金箔で光り輝いていたという、ありがとうございます。